ニュースポーティファイ前回からの続き。じゃあ次のテーマ、テクノロジーというところなんですけど、どうですかね、そのロービジョンフットサルにまつわるそのテクノロジーの進化みたいなところ。テクノロジーは今後の発展というところで、映像か、映像で伝えるっていうところが一つと、それはもう少しずつできてきてるんですか？いやまだまだだと思います、あとはそこにやろうっていう人がまずいない、出てこない、そうですね、っていうところですね。まあ、あとはでもね、ギアとかに関してはまあ通常のサッカーフットサルっていうところとまあ連動してまあ進化していってるっていう、そうですね、ところですよね。まあ、使ってるようスパイクも変わらないんですか？変わらないです。もうフットサルシューズっていうところですね。じゃ あのブラインドサッカーのように混合されるのは嫌だとおっしゃってましたけど、そういうアイマスクもしない。そうです。でやはりヘッドギアっていうものをつけている選手も中にはいて、やはり見えていないので、シュートが顔に当たった時に当たってから気づくんです。はあ。一般の選手とかだと見えている分、あ、来るなっていうところ予測ができると思うんですけど、やっぱりロービジョンの選手たちは当たってから気づくので、まあ、脳震盪を起こしやすい、危ないっていうところで、まあ、ヘッドギアをつける選手たちは中にはいます。それは人と人との接触とかもリスクとしてはあり得る。そうですね。ブラインドサッカーとかね、もろにそこのリスクがあるんで、もう全く見えてないんで、もうめちゃめちゃ衝突するんで、みんな必ずヘッドギアはつけてないと危ないんですけど、まあ、ロービジョンもねそのリスクありますからね。ロービジョンの方だから思うこういうテックが欲しいっていうのは、そういう見てくれ側はそうなるけど、こういうものが欲しいってはないんですか？その練習のものだったりとか。そうですね、まあ、日本の中でも一部あるんですけど、やはり練習環境の中で、まあ、見えていないので急に壁に衝突したりとかっていうのがあるんですね。なのですけど、まあ、日本の中一部の体育館であったりとか、世界を見ても体育館にもちょっと隠し音性のある壁とか、そういうのが当たっても痛くないとか、そういう配慮はされるような施設が多くはなってきていますけど、まだ日本っていうのはそういうところの設備はないので、まあ、そういったところが増えてくると、まあ、選手自身も安全に安心でプレーできるのかなっていうのがあります。ごめんなさい、僕興味津々で、コアテックなところで言うと、そのなんていうんだろう、技術とかではなくて、勝手にそのロービジョンになると何かが長けてくることないですか？その耳が良くなると勝手に言うと。すごく、言語化が難しいんですけど、なんとなくで把握できるようになるんです。すげえ。いや、何それ。何知りたいっす。声とシルエットと、ちょっと怖い。なんとなくしかわからないけど、そのなんとなく頭の中でイメージされる。例えばなんか僕ら、まあ、僕も中澤くん出会っても結構経ちますけど、はい、僕をどう認識してんのかとかちょっと気になりますもん。確かにどう小沢を認識してんのかとか。もうすごい嘘くさく見られてたら嫌ですもんね。そうとか、ね、僕がめちゃめちゃイメチェンしてきた時に気づいてくれんのかなとか。ああ、女性に対してもそうだ。その辺はどうなんですか？それ声が聞いてないけど、小沢さんってわかるんですよ。雰囲気とかオーラとか気配っていうので、超面白いじゃないですか。そういうところは長けてるかもしれないです。第六感みたいなのが出てくるのかもわかんないですね。ですよね、そのなんかいろいろなテクノロジーを駆使してやるっていうよりも、人間がそもそも持っているテクノロジーを使っていくっていうことですね。そうですね。それは日常生活にもちろん生かされてるってことですよね。そうです。そのロービジョンで培われた、小沢さんを初見で見てお会いした時どういう印象だったんですか？その中澤さんが思う。そう、最初声だけだったんですよ。クラブハウスですよね。最初そうでしたね。話をしたのはクラブハウスで最初話をして、声だけだったので顔のイメージは全くない関西弁を話す方っていう感じだったんですけど、実際にお会いして、うーん、オーラがやはりあるというか。そこなんだ。耳がたけてるっていうよりも気配とかオーラ、気配、そうです、ね、あってからの気配なんだ。そうです。あ、オーラがあるんですって。やっぱり出しときました、その時。出すけど事前にオーラボタンだけ押してオーラやる気スイッチじゃなくて、やる気スイッチみたいな感じの、やっぱね、分かってもらうように。マジにそれ持ってんの、よかった、オーラ見えてる。いやでもなんかオーラの泉じゃないですけど、そういうの面白がっちゃうけど、テレビマンとかそういうのやりそうですよね。中澤さんがそういうの持ってるんだったら、
見えますみたいな、ね、なんか人が来そうっていうか、それこそビジネスになりそう。小沢を当てるゲームみたいな。全員同じガウン着てめっちゃハット深く持っといて、そう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 、どれが小沢か当ててもらうみたいな。どれが小沢か分かるゲームできますか、もしかしたら。昔なんかロンドンハーツとかやりましたね。ありました、ね、当てるゲームみたいなね。恋愛はそういう意味では、確か昔はやはり外、顔とかそういうところがありましたけど、やはり今はそこが正直見えてないところが高校生までは、ね、多いので、うん、まあ、内面じゃないですけど、まあ、そういうところがメインにはなりつつ、チャンスだよ。 なんとなくさ、オーラとか気配でやはり可愛いって分かるんですよ、うん、そう、今流行り のバチェロレッテとかバチェラ出た方がいいですよ。内面、ね、内面売りにしてる女性はもう今グッとなってグッときましたよね。私は港区女子じゃない、私は。私は中で売ってるよ。外じゃないのよ。これ、面白いですね、このラジオ。なんか飛び火しますね。いろんなことに。普通のスポーツ選手じゃ、こういっちゃなんですけど、なかなか出ない答えですもんね。そうですよね。うん、そこはやっぱね、障害者スポーツの、こう、やっぱ僕らには分からない、向こう側の世界っていうのをやっぱこう掘り下げていくところがやっぱ面白いですよね。ちなみに、どういった女性が好みなんですか？すごい真面目な話になりますけど、やはりお互いずっと真面目ですよ。そうですよね。スタンスは、お互いの志とか夢をお互い応援し合えるっていう関係性がすごく好きで、そうですね、そういうところですかね。今ちなみに今はいないです。おお、これは聞いたんですよ。ぬるっと聞いたんです、社長が。あんまそういうプライベートな質問はあんま普段してないんで、できないですよね、改めて人を返さないこの場で。今チャンスタイムということで。そうですよね、はい。もしかしたらすごい有名人とね、お付き合いされてる方もかもしれませんし、ね。そうですね。うん、あ、狙ってるんですか？いえいえ。やっぱ芸能人とかって、やっぱその、見たりとかできない分、オーラでこの子が売れるなとか、売れてるなとか。なあ、ごめんなさい。ちょっとアップルウォッチか。いらっしゃいました。はい、あるんですか？すいません。いや、対面で合わないと、やはりそういうオーラと気配ってのは分からないので、まあ、やっぱ画面を通してだとなかなか難しいですね。うん、じゃあ会ったらその人のオーラとかで何が分かるってわけじゃないけど、オーラが分かる。そうですね、なんかすごそうと最初はそれぐらいですけど、なんかすごそうから始まってどういうふうに分析されていくんですか？で、実際に関わってくると、まあ、実際にそれすごい、まあ、人柄とかそういうのは性格とかが実際第一印象で会った時とマッチしてくるっていうのがやはり多くて。じゃあ騙されそうとかも分かるんですか？初感では分からないですよ。うーん、オーラ間違いとかもあるかもしれないですね。もしかしたらそれ言ってオーラをいじるから、ね、なんか僕がスイッチを強く押しておいてめちゃめちゃ出しといた時にもしかしたら僕のオーラに騙されてる可能性もあるじゃないですか。なるほど、オーラ盛りがありすぎる。僕結構あるんですよ、なんかオーラ盛りされるタイプなんですよ。オーラでこうハードル上がっちゃって別に大した人間じゃないんで、いやいや、なんかオーラほど中身なかったねってなるパターンの人間なんで。そんなことないもし彼の場合もっと僕のオーラをこう、ね、高く見積もりすぎてる可能性あるじゃないですか。お見積もりがね、お見積もりがっていうパターンありますもんね。そうそうそう、面白い、もしかしたらあるかもしれない。そこいじりすぎると大変になりそう。テクノロジーっていうのは今回はそのテックっていうよりもなんか心テックでしたね。心テックですね。面白いな。まあでも本当にね、日常生活で多分不便してることってあると思うんでね、なんかそこスポーツ通してね、本当にもっとこう、まあ先ほど言ってたように、ね、その視覚障害を持ってる人って僕らが思ってるめちゃめちゃたくさんいらっしゃるじゃないですか。そこに対して、まあそれこそ全盲の人に対するね、バリアフリーみたいなところはあるんでしょうけど、その、まあ一見、傍から見たら視覚障害かわからない彼らに対するその僕らのやっぱ扱い、まあ彼もそれってすごい経験してる部分なんですけど、まあね、杖ついてたら目見えないんだ、なんか助けてあげようかなとか思うかもしれないけど、まあ彼らが普通に歩いててね、視覚障害あるって周りからしたら思わないわけじゃないですか。じゃあそこでこう困っててもね、手助けしてあげれないとか、まあ普通にこうね、接してしまうがゆえに彼らがこう生活しづらい部分ってすごいあると思うんですよ。なんかその辺をこう、ね、競技も含めてじゃないけど、もっと理解を深めることによって150万人とかね、いる人たちがもっと生活しやすくなると思うんで、その生活しやすく、すごくいい質問だと思うんですけど、それって例えば分かんないですけど、あの信号とかの色を変えた方がいいとか、なんかもっと音声を良くした方がいいとか、生活していく上で何か不便なものに感じるものって、我々そのロービジョンの方々に対してこうした方がいいっていう提案ありますか？音声のところは
やはり変わらずあってほしいなっていうところで、やはり今信号だと、まあ、音声のある信号増えてきましたけど、まだまだ少ないところがあるので、今青なのかな赤なのかなって分からないっていうところがまずあったりとか、車においてもやはり静音騒音がしない車っていうのは増えてきて、それは便利な一方、自分たちは車の音で来てる来てないっていうのが認知してるので、静かであれば分からず渡ってしまったら車が来ていたっていうのが、やはり何回かあって事故仕掛けるっていうことが多かったので。免許は取れるんですか？取れないです。あ、したいと、そうですね、したいと思いますよ。出会ったらどういう乗り物がいいんですか？将来的に、はい、自動運転っていうのができてくるのと思うので、まあ、そういうところでちょっと期待はしてますね。自動運転だったらロービジョンだったりブラインドだって関係ないですもん、そこか。それも一つね、関わってきますよね、テクノロジーとしては。彼らの ね、生活で自動運転が車乗れるようになるとか、まあ、先ほどのそのドローンとかも今開発されてるっていうじゃないですか、それに乗っちゃえばね、行き先にこう行ける。今ね、空飛ぶ川なんてもうあと10年ぐらいではできるって言ってますもんね、はい、あとあれですよね、やっぱ彼もよくこう待ち合わせとか、まあ、今日とかもね、ここ来てくださいとかっていうと、やっぱそのナビがもう概ねの場所で案内終了するじゃないですか。でも実際それが例えば入り口がねどこにあるとか、それこそ、ね、細かい部分のナビって僕らにとってはね大丈夫かもしれないけど、彼らにとってはやっぱりまだもうちょっと教えてよっていう部分もあるはずなんで、まあ、そういったところももうちょっとね進化すると、まあ、生活もしやすいかもしれないですよね。なるほど。なんかそこら辺って理解のセカンドキャリアに通ずるところあるかもしれないですね。そうですね。じゃあセカンドキャリア行きましょうか。はい。ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。